のお弁当はね、お弁当は今日は公演前に食べた、時間あったから。公演前に食べました。なんかガパオライスみたいな、みたいなの食べた。めっちゃ美味しかった。初めて見たお弁当だった。いや、お昼弁当配信じゃない、別にその公演劇場行く前に普通に配信してた。お昼っていう時間にも来ないからな、お弁当。その1回公演の時、その公演前だから、食べるお弁当来て食べる時間5時とか、今日6時ぐらいに食べた。メイク終わって着替えてみたいな、髪の毛してもらいながら食べてた。6時ぐらいにちょっと早めの夜ご飯みたいな、みたいな感じ。でもさ、仕方ないよね。だってさ、ちょうどいいさ、夜ご飯の時間帯はさ、公演中じゃん。公演終わって帰ってきてご飯と思ったらこの時間になるじゃん。遅いじゃん。そう、どっちかなんだよね。違う。ピュレグミ買えた。ピュレグミとグミだよ。グミだよ、もう全部食べちゃった。ピュレグミまだあるけど、リュックの中、向こう。で、どっちも美味しかった。スパー、え、とちおとめいちごスパークリング、なんかね、なんかちょっと炭酸感あった、グイがピラグミの。美味しかった。ビセット行ってないよ、普通にやってお弁当出るから行ってない。マック行ってないです。パチパチはしないんだけど、パチパチはしないそう、パチパチ、なんだろうね、パチパチしないけど、なんか炭酸って感じなんて言ったらいいんだろう、なんかさ、ポッピングシャワーとかああいうみたいにパチパチするわけじゃない。じゃあ、そう、ちょっとシュワシュワする。そうそう、パチパチはしない、シュワシュワって感じ、ちょっとシュワシュワって感じ。そうだから、めっちゃなんか炭酸を感じるわけじゃないんだけど、ちょっとシュワシュワする感じだった。美味しかったよ。なんかそのピュレグミプレミアムってやつだからさ、ジュレが入ってて、中に、真ん中に、そのジュレも美味しかったし、どっちも同じじゃないですかね。グミではもうジュレが入ってるグミで、それも美味しい。私が食べてたらさ、公演後に、公演前も食べてたんだけど、公演後に食べてたらさ、みずみんが「それ美味しいですよね」って言ってきてくれた。前に出てた、みずみんは前に出てたね、レモネードのやつが好きだったみたいで。美味しいの、このグミ、グミだよっていうグミ、パイマしかないんだけど美味しいんだよね、これ。え、美味しいよね、そのピラグミのやつって好きなんですよ、ね、好きだった。普通のピラグミも好きだけど、あのなんかジュレ入ってないタイプの普通のやつも好きだけど、めっちゃ美味しい。ペタ
タグはね食べてないや。でもフタグのパイナップル味かな、あれめっちゃ美味しい前に出てた。ゆるくん星入ってない、全部ハートだったかも。あんまちゃんと見てないけど、でも星あるって思わなかったってことは多分全部ハートだったんじゃない確か。もう覚えてないや。グミを、グミ好きなのいっぱいある。いろんなグミあるからね最近。変わったグミとかも好き。変わったグミ、なんかキラスピカのミルキャないんだけど、そういう果物は別に空想果実のやつだからかないんだけど、そんな美味しかった。最近見ないけど前にねセブンで売ってたんだよ。なんかそのグミ変わってて、なんかね最初のうちはそんななんだけど、ずっと食べてたらちょっとねピリってしてくるんだよね。なんかピリってしてくる感じのグミで、なんか変わってた味もなんか変わってたし、ちょっとピリってする感じ。なんか1、2個食べるぐらいじゃそんなの、なんかずっと食べてたら何個か食べてたらそんな感じになる。そう、面白くない？空想果実のキラースピーカーの実だっけな、確か。あんま忘れたけど多分そんな感じだった気がする。変わってるグミ面白い。それあ、シャリモニも美味しいね。わかる、シャリモニも好きだよ。それシリーズ出てほしいんだけど、なんか空想果実のシリーズ。そう、空想だからあの本当にあるやつじゃないんだけど、そのフルーツがキラスピカっていうフルーツなんてそういうのがないんだけど、別に空想果実キラスピカのみ。あんま前にね、いつだっけな、カレンちゃん卒業後の時かな、私なんか買ってその時に初めて見たんだよね。だから見たことない、あんま見ない。うん、おすすめ、そのグミグミだよ、もうおすすめだよ、グミだよ、グミだよ。今まで3種類ぐらい味が出てて、今販売されてる味、乳酸菌ドリンク味は一番最初に出てた味なの。だから再販されてて、人気で再販されてる。セブンでしか、あー、キラースピーカーの実、クソ果実の、そう、それはねセブンで見たんだけど今売ってないかも。この前セブン行った時なかった、見たっけな、見た。だから最近見ない、そのグミ売ってないかもしれない。 Twitter とかで調べた方がいいかも、あの今売ってるかの情報がわかんない、見ないからないかもだな。キラスピカの実はなんて言ったらいいかわかんない、味がなんかなんて言ったらいいかわかんないんだよね。あ、不思議な味がする。なんかそう、なんて言ったらいいか分かんない、なんかちょっとお花っぽい感じ、なんていうそのさ、うん、なんかそんな感じのなんか味がするの。ふわりんかほどいかないけど、ふわりんかって分かる、なんかめっちゃなんかバラの味、バラ風味バラのグミっていうかチューイングキャンディーみたいなやつなんだけど、そ
こまではいかないんだけど、ちょっとなんかお花っぽい感じ、わかる、ああいう感じの味、なんかちょっとおしゃれな感じの味がする。でも美味しい、変わっててさ、あんまそういうグミないから、なんか変わって、なんて言ったらいいかわかんない、あの味。ふわりんか知らない？なんかあのバラみたいな風味のなんかあれはね、グミじゃない、チングキャンディーかな。え、それねすごいのよ、もうなんかバラの風味がすっごいする、それそのふわりんかは。百均とかも売ってる、ふわりんか。あ、そう、ハイチュウみたいなやつ、チューブキャンディーだから、ふわりんか。グミでもない、グミではない。香り、なんかね、そう、なんかこう息リフレッシュするみたいな感じの、あのチューブキャンディーだから、それふわりんかってやつ、それだからこうなんか食べたらこう鼻から抜けるような感じする、なんていうの、あのなんだっけ、ミンティアとか食べた時さ、こう鼻からさ抜けるような感じするじゃん、わかるその感覚。そこまでそうスースーはしないんだけど、そういう感じ、そのぐらいなんかバラの風味がすごいする。美味しいよ、それもファリンかも。ファリンかはなんかプッチョボールみたいな、あるよね、プッチョボール、プッチョボールだっけ、プッチョボールかな、なんかさ周りがさコーティングされて硬いやつで、中がチューイングキャンディーみたいな、ああいうタイプのやつだった気がする。じゃなかったっけな、ファリンか忘れた、確か最近食べてない、ちょっと前に食べてたんだよね。プッチョボールってなかったっけ、コーティング、周りがさコーティングされてるさプッチョって言ったプッチョボール違うだっけ、ハイチュウかな、なんかわかんないけど、なかったっけそんなの、周りがコーティングされてるやつ、中はチューイングキャンディーでってやつ、なかったっけ、あ、なかったっけ、わかんないそんな感じなの。みんな知ってると思って言っちゃった、知らなかったあるんだよそういうやつが、なんか丸いやつ。はじめまして、あ、今日のお弁当、はじめましてのお弁当だった、なんかねガパオライスみたいな、めっちゃ美味しかった、それ初めて見たお弁当、美味しかったよ今日の弁当。プチョールあった、多分私が言ってるのだったらず確かあんま食べたことないけど、グミは好きなのが多いんだよね。プチョボール美味しかった記憶ある、結構前に食べた気がするけど、最近じゃないけど。お菓子ね、そう好きだからグミとかが好きなの。今日のやつ一番話すの大変、なんか楽屋で一番話してる人、誰かと喋ってる人ってこと、
誰かな、今日だったらおりんちゃんがすごいずっと喋ってたかも。メイクさんとか衣装さんとかとずっと喋ってた。おりんちゃんが、おりんちゃんが面白かった。結構さ、メイクさんとか衣装さんにもういじられててさおりんちゃんが話したら一瞬静かになるみたいなやつはあったりして、おりんちゃんはなんかなんだっけな、なんか言った時になんかボケかなんか言った時に一瞬静かになるみたいなやつうん面白かった。そういうね、そうそう、そういうネタ。見知らぬキャラ、おりんちゃん。面白いよね。めっちゃ仲良くて、そのおりんちゃんがメイクさんとか衣装さんと話してるの面白かった。空弁はね、あるかも。あるある、空弁ならある。でもそんなたくさんはないけど、もうスラペン、このあ、そう、ひなことその熊本行った時、波動の旅行でになんかね、天むすみたいなやつ食べたよ。お弁当、おにぎり、天むすのお弁当。ひなこはねカツサンドみたいなの食べてた。違うの食べた。二人で機内食はまだないんだよね。機内食ってさ、国内線である？なんかいい席に座ったらあるのかな、あるのかな、わかんないわかんないけどあるのかなわかんない。私はまだない、機内食。なんか海外旅行とかだったらあるイメージ、海外の遠いやつ。韓国ぐらいじゃさ、韓国近いからさ、福岡から行ったのね、前に韓国行った時。近いからすぐ着くから、そんな機内食とかなくって、だから、いや機内食一回なんかね経験してみたいそういうとこ行ってさ、海外の機内食食べてみたいね。なんか食べてみたいよねそう、韓国はね近すぎてなかったすぐ着くのめっちゃ早いからしかも福岡から行ったから、福岡って近いじゃん、福岡と韓国って距離が、だからすぐ着くから、そんな気ないことがない、うん、ビーフはなんちゃら聞かれる、もうそれ聞かれたいビーフはチキン、そう、食べてみたいな、機内食。うん、吉野家の機内食が今まで一番美味しかった。吉野家の機内食なったの？そんなんあるんだ、知らなかった。ここからさ、ここから30分ぐらい、そんな違かったっけ。私がめっちゃ早い、なんかさ、その紙にさ、搭乗券にさ、出発時刻と到着時刻書いてるじゃん。めっちゃ近いなと思ったの。距離じゃない、時間短いなと思って。そんなだったっけ、早確かにめっちゃ近かった記憶ある。早かった、着くまでが早かった記憶ある。時はね、プサイに行ったんだよね。時差はなかったはず、あるっけ、一緒ぐらいじゃないっけ。
京距離近いよ。だって大分から東京は飛行機で1時間ちょいぐらい、1時間半から早い時は1時間ぐらいできる。そう、空路によるんだけど、1時間半、1時間15分とかそのぐらいかかっても、1時間半ぐらいで。だからめっちゃ近くない韓国まあでも大分から確かね出てないはず。福岡から乗った行ったから、前は出てたはずなの。前大分にも国際線があってさ、でもなんか閉鎖されてて今確かないはず。わかんないけど、あんのかな今。なんか私が前見た時はなかった、国際線が。あるのはあるんだけどなかった。再生もうなんか今動いてなかった。そう、なんかどこ韓国出てたのかな、なんかあとどな何国か、2、3カ国出てたはずなんだけど、置いたからもう国際線多分動いてない。また行きたいな韓国。韓国行って、なんか前回さ、あのミョンドンの方とか行ってないの、プサン行ったんだけど、でプサンの屋台とかも行ったけど、ミョンドンのさあの屋台行ってみたくて。そうだから行ってみたいな、ミョンドンの屋台で食べ歩き行きたい。なんかチーズの料理をいっぱい食べたいいやチーズじゃなくてもいいけど、なんかいっぱい食べたい屋台で。屋台っていいよね屋台めっちゃ好きなんだよね。韓国の人って日本語通じ、日本語何だったかな、知った時はそのお父さんの妹と行ったんだけど、おばと、そのおばめっちゃめっちゃ普通に韓国語喋れるから、ちょっとだったら。でそのお父さんの妹のお友達にあの通訳してる、通訳のお仕事をしてる方がいて、その韓国人の方でね、日本語とかの通訳してるから両方喋れるみたいな方がいて、その方もなんかね途中ねあの一緒に観光したりしたからいろいろ教えてくれて、だからあの全然私喋ってない全部ねあの喋ってくれた。だからそのおばとその通訳のお仕事してるお友達の方うん、私喋ってない、全部教えてもらった。これ何って聞いたら、これこういうのだよって読めない感覚がさ、これ何って聞いたら、こういうの全部教えてもらった。そう、なんかね韓国が好きみたい、おば韓国が好きみたいな、カンドラとかよく見てるっぽい。でそのなんか前はよく行ってたから、コロナ前はその時にあの一緒に連れてってもらって二人で行った。一人では無理だな韓国、ちょっと分かんない全く分からない私。また行きたいけど、あタコ食べたよ、あの動くやつ、サンナッチだっけ、なんだっけ、なんかそんな感じの名前ですよね。めっちゃ美味しかった、また食べたい。
美味しかった。そのあ、あるじゃん、タコ動いた、動いてる状態です。美味しかったんだよね。椅子にくっついた、普通に口の中入れてくっつく、箸にもくっつくし全部にくっつく。確かに台湾も行きたいね。私台湾、台湾もなんか食べ物美味しいのいっぱいありそうじゃない。食べたい、いろいろ旅行行ってさ、旅行のメインどこ行っても食べ物だからな私いや韓国行った時買ったけどね、パックとかさ化粧品とかそういうのも買ったけど、うん、食べ物もいろいろ食べた。そのお土産で食べ物もいっぱい買ったし、お菓子とかも基本食べ物のメインどこ行ってもこれ食べたいとか大事だよね、食べ物ってフ自分の好きなものがあるから食べたもの、旅行は基本そうだからな。まず何食べたいか何だか大分の国際線週3往復ある。あ、え、再開してるんだ国際線、知らなかった。もうずっと閉鎖されてるのかと思ってたえ、なんかちょっと前、何年か前閉鎖されててないのかって思ってたけど、再開してるんだ、知らなかった。いつかな、何年か前すごい、なんかなかったの、国際線が来てなかった。行くべき観光地の日本語結構、あ、そうなんだ、通じるんだ、知らなかった。韓国とかも結構通じそうじゃない。でも一人で行くのは怖いけどさ、え、日本ならさ、国内ならまだ行かないだろうけど、それでも行かないんだろうけど、きっと私は行かないんだろうけど、まあ一人で、まあ、行けなくはないけど、海外って、ね、大変そう国内でも行かなさそうだし、一人旅とか。台湾千と千尋のお風呂、あ、そうなの、その千と千尋のあの舞台、お風呂舞台になったとかがあるの、知らなかった。どっか行きたいね。韓国しか行ってないから海外旅行、海外それ以外も行ってみたいな。ガス通旅行は今のところ行くってないんだよね何かあるかな。まあでもなんか時間できたらどっか行きたいけど、行くか分かんないやいやもうさ、なんか波動旅行みたいにもこの日ですみたいなこの日ですみたいななんないと無理かもなんか次行くかな私もう行かなそうだな波動の旅行はさ、もうこの日ですって来るのよ、もうだから行かなきゃじゃん、もうそうならないと行かなさそう私一人旅行
かなそうだな私。行く日来るかな。国内でも行かなそう。近場でも。隣の県とかでも行かなそう一人。旅行って言わないか隣の県くらいだったらお出かけぐらいになる。ちょっとお出かけぐらいでも行かなさそう。いや宮崎ね、宮崎行きたいんだけどね。行きたいな宮崎。辛麺とチキン南蛮。もう宮崎でこれが食べれたら満足。辛麺とチキン南蛮が。宮崎の辛麺はどこが有名なんだろう。なんかチキン南蛮はあるじゃん、小倉だっけあるじゃん。辛麺はどこが有名なの宮崎って。このお店が有名とかあんま知らない。宮崎、え、宮崎は辛麺有名だよね。宮崎辛麺って言うもんね。どこが有名なんだろう。宮崎の辛麺はわかんない。増本宮崎で行くんだったら増本だって大分にもあるもん、チェーン店で。宮崎で辛麺食べるんだったら違うとこがいいな。増本チェーン店だからな、いっぱいある。あの置いてじゃなくて他のとこにも。どこが有名なんだろう。だチキン南蛮聞くでしょ、ここみたいな。小倉辛麺どこ。辛麺が食べたいんだけど宮崎で。どこが有名か知らない。行くってなったら調べるか。行くってなる日がいつ来るかわかんないけど。こういう夢か知らない。幕張にもある。何が増本え。関東にも普通にあるの。でも増本ねめっちゃ好きなんだよね私。美味しい。いろんな、なんか麺の種類何種類かって。だからこう何種類かあるからさ、なんかね結構いろんなのあった。中華麺、縮れ麺、なんかこんにゃく麺とか、うどんとかもあったはず。でも最初からご飯ってやつもあるし、麺入れずにご飯っていうのもあるし。そう、なんか麺の種類ねいっぱいある、選べるんだよね。増本の辛麺めっちゃニンニク入ってる。それがニンニクの量も選べるんだけど。そう、もう普通にニンニク入れる。最初からご飯も選べる。麺じゃなくって、もう最初からご飯できるっちゃできる。やったことないけど。ないけど私は。雪の結晶とは？これ誰？ちょっと待ってね。グランツさんかなこれ。合ってます？雪の結晶とは。グランツさん、雪の結晶とは、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。今日は12月、もう19か、早いね。雪の結晶とは
ね、早い。今日はちょっと綺麗にかけるかな、雪の結晶。こう難しいんだよね、意外とさ、同じ感覚で描くのが線の間を。うん、難しかった、感覚一緒にするの。まあいいや。ギャランさん、雪の結晶タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。結晶ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。向かいの4モール何やるの？幕張、今度の握手会幕張だよね。よっぱしい横浜は反対だもんね。もうどっちがどっちがかな。幕張、じゃあみんな行ってきなよ。あ、でもキッチンカーもあるのか。何があるか分かんないけど。もう出てるっけ、次のキッチンカー。出てるっけ。いやね、あの増本美味しいよ。増本好き。で増本しか行ったこと、いやカルベもう一個あるか行ったこと。でも増本が一番行ってる。めっちゃ美味しい。この前何頼んだかな私、麺。もう忘れちゃった。なんかね、何種類かあるんだよね。美味しいけど、どれも。てか今日さ、ショールームの前に達成したやつもらった。ちょっと前、10周年のやつかな。なんかいろいろクリアファイルとか。ショールームの T シャツもらいました。ありがとうございます。T シャツだよね。長袖じゃなくて。T シャツ。クマいる。クマ。あ、はいじゃ。使い方です。あとクリアファイルこっちか。もらいました。ありがとうございます。焼肉の券ももらったし今日。あとなんかカタログギフトもいただいた。これ開いてないから何が何のやつか。ございます。焼肉行かなきゃだな。普通横浜終わったら行こうかな。ホルモンと牛タンと追いキムチ。私が好きなやつ。追いキムチ。追いキムチ食べなきゃだよね。追いキムチはマストですね。でもどれもだけど、ホルモンとタンと追いキムチマスト。でホルモン、タンはね頼まない時もあるんだけど、牛タン。ホルモンは絶対頼んでるかも、大体と追いキムチ。追いキムチめっちゃ好き。追いキムチ、キムチ美味しい。うん、 T シャツでも T シャツなんだよね、着たいけどさ、今着れなくない？こうショールームこれ終わるまでに。寒くない？T シャツ
T シャツでしょだって。これ洋服だったら着れたけど。T シャツ。ちょっと寒い。寒いです。寒い。カタログギフト。何が何のやつかか。開けてみようかな。一個がさ、多分あのディナーのやつかな。なんかあったよね、ディナー。ちょっといいディナーに行けちゃうの。あ、上に書いてた。あ、上に書いてるけど何わかんないやつ。え、これ表紙さくらんぼなんだけど、絶対あるじゃんさくらんぼ。ゼリーとかもあるんだ。ストーニシキ。しかも量多い、 600g だって。多くない？紅手まり。え、いっぱいあるじゃんさくらんぼの種類。なんていうのかわかんないやつもある。でかっ、紅手まりってやつ。 2L サイズだって。でかっ。いちごだ。いちごも大きいな。すごい。いちごさ、完熟スカイベリーってやつ、 4L サイズ、 5L サイズ、 4?4? わかんないけど、めっちゃでかい。スカイベリー、メロンとか。でもメロン丸々一個さ、大変だな切るの。美味しいけど。確かに。いや、スモモも美味しそうだな。シャインマスカットもある。美味しいよね。うわ、迷うわこれ。梨とかも美味しそう。なんかね、ゼリーとかもあるんだよね。え、リンゴも好き。リンゴも好き。黒いこのリンゴ、濃い赤色、紅色、色縁色濃くて黒、美味しそう。みかんも美味しそう。一個一個個包装してるみかんだよ。高そう。高そう。ゼリー美味しそう。ゼリーも美味しそう。あ、果汁たっぷり飲むゼリー。このパウチ状のさ、飲むゼリー好きなんだよね。これこのこういうゼリーめちゃくちゃ好き。どうしよう。これ迷うわ。いや、でもさくらんぼありだな、好きだから。え、ジュースもある。みかんジュースだって。めっちゃ好き、みかんジュース。
やでもさ、フルーツとかあれだね、こうお申し込みの日みたいな決まってるわ。ちゃんとさ、これ見てからやんないとさ。頼めなくなっちゃうね。早く頼む。決まってる。そのやっぱ旬なやつだから。ストロボ自体は、うん、もうちょい。うん。迷っちゃうね、これ。いや、どうしようかな。これは？いつまで？申し込み期限。うん？分かんない。でも早く行けば大丈夫だね。半年以内。受け取り日より受け取り日と発行日って違うのか。わかんないけど、まあ半年以内に行けばいいか。え、やば、やばい、え、めっちゃあるんだけど。これさ、レストランなんか行けるやつ、お取り寄せのグルメもある。え、でもせっかくだったら行きたいよね。ね。うわー。これめっちゃいいわありがとう、みんな。うわー、お取り寄せのやつもめっちゃ美味そうだけど、いや行くよこれは。え、だってせっかくさ行けるんだもん。めっちゃ美味そうだけど、お取り寄せのやつも。え、なんかいろんなところあるよ。北海道とかもあるのかな。北海道とかもある。でもこれさ、北海道、いや、とこれさ、行くにしてもさ、北海道まで行かなきゃだもんね。大変だけど。いっぱいある。もう分厚すぎてさ、見てこの分厚さこれ全国あるわ。大分もあるよね、ちょっと見てみよう。大分って何なんだろう。日帰り温泉とかもある。ディナーがあるの。大量線プラスランチペアだって、めっちゃいいじゃん。置いたり、置いたないんだないんだ。中四国までしかなかった。じゃ普通にランチ、なんかディナーのやつ置いたもありそう。置いて一箇所しかない薄木フグだ。フグ刺しランチコース。フグ刺し美味しそう、美味しそう。なんかこれ、こういうの東京とかのやつ、京都とか東京とかめっちゃなんか高そうなやつ。見てみよう東京の。東京、関東、東京多いな。東京めっちゃある。え、めっちゃあるのよ東京。多い。銀座のお店すごい。銀座、金銭でご飯なんか食べたことないお寿司だって。回らないお寿司、目の前で握ってくれるタイプのお寿司だ。大人、大人だ。やば、え、めっちゃ楽しみめちゃくちゃ楽しみだ。でも行けるのは来年だな。来年
次公演終わってからだとさ、絶対こういうお店無理だろうから27日行こう。終わった後に行こう。あー、いっぱいある。全部なんかすごいおしゃれでちょっと敷居が高そう。行きたいな。ナイトクルーズとかもある。あ、でもこれはあれか、お食事の提供はないって書いてある。フリードリンク、おしゃれ、すごい。東京めっちゃあるな。いや、お寿司いいね。回らないお寿司めっちゃいいじゃん。いや、もうありすぎて選べないわ、こんな分厚いの中から。いや、なんかさ、普通にさ、行ったことないところ、行ったことない、え、京都とかでさのやつにしてさ、京都旅行も行くっていうのもいいよね。いや、迷うなこれ、どうしようかな。もうよくない、そういうのもよくない。迷っちゃうね。なんかさ、旅行もしてくるみたいな、よくない、そういうのも。ちょっと遠い場所に行ってさ、え、京都行きたいんだよね。普通に修学旅行でしか行ったことなくって、京都普通に行きたい。いや、これ後でちゃんともう全部見よう、全部のページ。いや、温泉もありだね。ないのかな京都。あ、京都ないわ。大阪、大阪、大阪、兵庫、大阪、兵庫だ。日帰り温泉プラスランチ、いや、ありだね。いや、迷うわ。いや、嬉しい。たらまた写真載せますね。やった、ありがとうございます、嬉しい。そう、ランチなんかね、ディナーのやつもあればランチのやつもある。なんかランチ多い、普通にランチだけ。ディナーもあるけど、いや、お腹空いてくるかなみたいな。また後で見よう。嬉しい、ありがとうございます。こういったか、お腹空いた。美味しそうな、だってさっき言ったフルーツもさ、このディナーのやつも全部美味しそうな料理とかフルーツが乗ってるんだもん。お腹空いたよ。お焼肉も行きますね。ありがとうございます、たくさん。楽しみ。え、そう、めちゃいいのもらった、ありがとうございます。ディナーがおしゃれでおすすめ、やっぱディナーに行くべき。でもね、あのさ、お寿司も気になるんだ。目の前で握ってくれるタイプのやつ。回転寿司しか行ったことないから。なんか大人って感じするじゃん、目の前で、目の前で握ってくれるお寿司のやつ。いや、どうしよう。さっき見せたじゃん、あの分厚さ、やばくない？めっちゃ分厚い。選ぶの大変だよ。いや、こんなんだと思ってなかった。もっとさ、何個かしかないかと思ってた、選べるの。めっちゃあってびっくり。目の前で焼いてくれるステーキ、鉄板料理ってこと。え、それもいいね。それも大人って感じする。大人って感じするわ。
え、どうしよう、何行こう。緊張する、そのお寿司とか。行きたいちょっともうゆっくり考えるわこれ。だってさっき言ったようにさ、ちょっと遠いところにしてさ、旅行もするのもありじゃない、そのこの料理食べ行くついでに旅行行っちゃくない、それも。どうしよう、確かに普段行かないところいいよね。確かに迷うね。めっちゃあったのいっぱい。東北周りちょ見てみようかな。あの仙台牛タンないかな、こういうのって。東北牛タン、これ牛タンだ、牛タンある。宮城おしゃれな焼肉屋さんめっちゃおしゃれ。迷っちゃうわ。ゆたたけすい、お寿司行くべき、なん鉄板のやつとか。確かに普段行かないところがいいな、まあ、東京でもさ、なんか銀座とかなんかもう分かりやすくさ、なんかそういう大人って感じのとこ行ってみたいな。なんか渋谷とかもあったけど、そこじゃなくてなんかもう大人って感じのとこ行ってみたい。だってせっかくならさね、普段行かないような場所。全然違うとこの行くのもあれだけどな。いやーちょっとお腹すくわいやかもんだないやかもんだよね、せっかくならね、じっくり考えよう。すぐには決めれない。ちょっと大人って感じの場所に行ってみたい。なんかその食べ物とかも絶対食べないよな。そう、せっかくだしね。待って、これ昨日決勝だわかな。ちょっと数多すぎて分かんない、多分そうだよね。風富人さん、昨日決勝だわ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。神ありがとう。着てく服レンタル、着てく服、確かに確かに、なんかね高そうなお店ってさ、なんかね、なんかきっちりした服着ていくんだよね。確かに、楽しみだな
高い店、そういう店行ったことないから、初めてだ、嬉しい。結構線綺麗に引けたかも。風とミトさん、雪の結晶タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、見て雪の結晶綺麗に描けた、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとうと、ありがとうございます。いい感じじゃない、なんか線が均等に、この感覚均等に描けてる気がする。難しいんだよね、均等に描くのも。ありがとうございます。うまくなった、うまくなってる。よかった。お腹空いてきちゃった。美味しそうな料理いっぱい見てたらお腹空いてきた。見るのやめよう、今日絶対見ないもん。お腹すいた。食べたい。グミも食べない。明日食べます。残りピュレグミだけ残ってる。グミだは帰ってきながら全部食べちゃった。ちょっと残ってて、あの帰ってくる時に全部食べた。帰ってきながら食べてた。食べたくって、どうしてもグミだよ。いつ来るにはもう全部なくなってた、グミだよ。なんだっけ、ピュレグミはまだ残ってる。明日食べます。朝マックは、朝マックは明日行くかはわからない。でも明日マックには行くつもりだけど、でもキティちゃんがさ、あるかないかによらない？あれってさ、モバイルオーダーのやつ見たらわかるかな？だってお店に行ったら、お店に行ってさ、レジでさ、キティちゃんないですって言われてさ、どうしようってなるから。モバイルオーダーわからないの？わかんないの？どうしよう、とりあえず行ってみるしかないのか。モバイルオーダー分かるかと思ってた。キティちゃん欲しいの。モバイルオーダー販売してないのか。とりあえず行ってみるしかなさそう。まあいっか、行くか。でも明日朝行くつもりはないけど、朝マックは行くつもりないけど、行こうかなと。あ、電話？キティちゃん残ってますかって。確かに、どうしよう。キティちゃんコンプする人は確かに。あれ、今回50種類あるからさ、コンプって相当じゃない？大変。だって、ねえ。ピセット50個。めっちゃ人呼ぶってこと？ちょっと無理。無理。さっきから何気か、マックはしご？あるかな？結構人気そうだからな。行きたいけどな。キティちゃんめっちゃ可愛いんだよね。キティちゃん明日行くつもりでも
ビーフシチューパー、ビーフシチューパー美味しいよ。この前食べたけど、グラコロとビーフシチューパー食べて、ビーフシチューパーめちゃくちゃ美味しい。おすすめ。ハローキティシューズキャピースとかマックデリバリーの、ああそういうことね。マックデリバリーだったらいけるのか。そういうことか。難しい。あ、ウーバーとかダメ。あ、マックのその公式のデリバリーから行かないとダメってことね。そことか。どうしようかな。あるけど、あったらいいな、キティちゃん。キティちゃん残ってなかったら、はしご？はしご？まかしご？欲しいキティちゃんがあるのよ。50周年のやつと、第1弾50周年のと、なんか目キラキラしてるキティちゃんが、あと2種類あるから、そのキティちゃんが欲しくて。で、50周年のキティちゃん欲しいんだよね。めっちゃ可愛いの、50周年のやつ。50周年とウェディングと、あ、そうそうそう、よく覚えてんね。私忘れてたのに。とめキラキラしてるやつがウェディングと、なんか青いドレスのやつ。そう、よく覚えてるね。そう、それがめっちゃ可愛かった。なんか目キラキラしてるやつが、なんかね、昔のデザインみたいな、私がちっちゃい頃の見てたキティちゃんのデザインで、めっちゃ可愛くて、うん、だからね、欲しいんだよね。え、なんか懐かしいデザインのキティちゃんもめっちゃいい。私がちっちゃい頃に見てたデザインのキティちゃんめちゃくちゃ可愛い。懐かしいってなる。50分の3欲しいな。なんかとりあえず第1弾はそれかな。だから25分の3、半分半分で、第3弾で全部あるみたいな感じ、全部みたいな感じ。とりあえず第1弾はそれかな。めっちゃ可愛い。てか久しぶりにこんな、てか、うん、そう、久しぶりだね。キティちゃん、キティちゃんが欲しいからさ、ハッピーセット、ハッピーセット最後に頼んだの小学生ぐらいじゃない？覚えてないけど。それぶりに頼まないもんね、ハッピーセットってさ。普段懐かしいな。久しぶりに食べようかな、ハッピーセット。食べたことない、ハッピーセット。あ、頼んだことない、ハッピーセット。でもハッピーセットじゃなくてもあるけど、プチパンケーキが好き。ヒロも言ったけど、あのリンゴのソースとクリームが入ってる、かかってるプチパンケーキ、あれがめっちゃ好き。なんでか分かんないけど。一個だけ買ってきた。え、あったの、キティちゃん、すごいな。私まだ行ってないからな、分かんないけど、あったらいいけど。思い出、そう、なんかちっちゃい頃よく食べてた、そのプチパンケーキで、なんか好きだった記憶。好きだった記憶。牛乳って、あのパックのやつ、牛乳頼んだことあるような気がする。
ちっちゃい頃は牛乳とさ、リンゴだっけあれ、リンゴなんかジュースの方よく頼んでた気がするけど、でも牛乳も頼んだことある気がする、あんま覚えてない。お腹空いちゃう、こんな時間にマックの話して。もうただでさえさっきさ、なんかカタログでいっぱい美味しそうなご飯見てさ、お腹空いたのに。お腹空いちゃう。お腹空いちゃうよ。袋の番号で何か、え、らしいよね。そうらしい。マックのサラダ食べたことある？マックのサラダ美味しくない？好きなんだけど私。食べたことある、あれ好き。なんかサイドメニューいっぱいあるよね、ハッピーセットのサイドメニュー選べる、サイドメニューみたいな。枝豆コーンはない、あとヨーグルトもあるでしょ、ヨーグルトもない、そのサラダとポテトしかないけど、マックのサラダ美味しいよね。あれ好き。マックのサラダなんか振るやつよね、今年にかけてさ振ってみたいな。クルトン入ってなかったっけ、最近あんま食べてないから覚えてないけど、ちっちゃい頃に食べてた確か。サラダ好きだった。紫キャベツ入ってるでしょ、私紫キャベツが好きなの、サラダとかに入ってる。なんでか分かんないけど紫キャベツが好きで、紫キャベツ入ってるから好きだった。サラダの紫キャベツが好き。なんかサラダに紫キャベツ入ってると嬉しい、クルトンとか。入ってたよね確か、入ってなかったっけ、マックのサラダ紫キャベツ。そう、味の違いもう分かんないんだけど、なんか好きなんだよね、普通のキャベツより。あのレタスとかも好きだけど、キャベツとか紫キャベツ入ってたら嬉しい。味の違いもう分かんないけど、家のサラダと違う、あ、そうそうなの、そう、紫キャベツって家のサラダで絶対出てこないじゃん、そうだからなんか嬉しい。入ってたら。え、そう、なんか嬉しいってだけ、ただサラダに入ってたら嬉しいって、味の違いはよく分かんないけど。紫キャベツ、あ、ヤングコーンとかも確かにテンション上がるね。それなんかさ、あんまさ、こう家で食べるサラダとかに入ってないものが入ってるサラダはテンション上がる。ヤングコーンとかも確かに嬉しいわ。なんでだろうね。なんか味がめちゃくちゃ好きっていうより入ってたら嬉しいって感じ。わかる？なんか。なんか味がめちゃくちゃ好きでってわけじゃなくて、入ってたら嬉しいって感じ。ああいう感じ。スプーさんにパイはちょっとなしなんだよね、そう、ちょっとなし。ちょっと違うの、それは。普段サラダにもう入ってないようなもの、おしゃれなサラダにしか入ってないようなものが入ってると嬉しい。でも分かる人何人かいて、よかった仲間いるわ。あ、50分ありがとう。なんでか分かんないけど紫キャベツが好き。味の違いは分かんない。じゃあ13位からランキング読みます。13位ラスカールさん、ありがとうございます。12位、
ポップよかったも大好きだよさん、ありがとうございます。11位、京夏アットマーク、今日も明日も明後日も今日かわしいさん、ありがとうございます。10位11位よのもね、10位、ゆいじゃとマーク、デジャビューの時の表情が素晴らしかったですさん、ありがとうございます。9位、大政とマーク、今日も可愛いよさん、ありがとうございます。先にアットマーク出てきちゃった。8位、にゃんほぞさん、ありがとうございます。7位、きっしーさん、ありがとうございます。6位、トッシーベビーアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。5位、ラボーナさん、ありがとうございます。4位、フロマンさん、ありがとうございます。3位、ペグアットマーク、キョカちゃん僕の紫キャベツさん、ありがとうございます。2位、風とみとさん、ありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。明日の配信は明日も夜しようかな、夜長めに。で、明日はもしかしたらゲーム配信するかもですYouTube でYouTube 夜に、夜かな、ゲーム配信。今からサムネ作るからちょっとまだ URL とかできないんだけど、さあ何でしょう、何するでしょう、何時か、夜かな、夜します。最近買った3つのうちのどれかをします最近買った3つのうちのどれか、今からサムネ作んなきゃいけない、まだ作ってなくて、今から作ります。さあどれでしょう水のうち、なんですかねそれで見たらわかる、うん、と思います。まあちょっと今からも作るから、ちょっと待ってて今から作るから、そのまだ作ってない、今日決まったから明日すること、今から作ります。じゃあ楽しみにしてください。明日そうだから YouTube 夜配信して、ゲーム配信して、でショールームって感じかな、いつもその YouTube 配信やってる時みたいな感じであると思います。そろそろ切れちゃうかな。じゃあまた明日の配信で、夜長めに多分すると思う、ゲーム配信終わって長めに YouTube やるつもり、 YouTube じゃない、ショールームやるつもりです。じゃあそろそろ切れちゃうんで、ありがとうございました。また明日の配信で、またね、おやすみなさい、バイバーイ、また明日。